はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら、まあこちらというかね、青の塔を続きやっていきたいと思います。前回16回クリアしたんですけど、今回17回がね、なんかね、コメント欄見てるとね、経験者の方々というかね、クリアされた方とかが言ってたんですけど、17回がマジでやばいと。17回、18回も難しい。もちろん20回難しいのは当たり前だけど、17回がマジで難しいですと。いうコメントをいただきまして、でね、なんかね、隠し通路があるみたいな感じで言ってたんですよ。ちょっとこれ、コメントでちょっとネタバレで聞いちゃったから、まあ、ネタバレっていうかその方教えてくださったんですけどね。ありがたいですよ。でもちょっと、それを探さないとクリアできないのか、隠し通路を探さなくてもクリアできるのかわかんないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。なので今回この17回かなり、もう、なんだろう、気を引き締めてというか、覚悟を決めて挑まないといけないと思いますが、いきます。もう16回のレベルとは違うらしい。だから、青の塔の11回みたいな感じらしいです。11回って一番難しいって言われてるじゃないですか。トロッコのステージですね。それぐらいですよって17回、そんなに?と思って、ちょっと正直かなり怖いんですけど、恐怖を感じているんですけど、いきます。どうなるのか。とりあえず魔女鬼だよね。狂わせてくる。どういうこと?狂わせてくる。正しい道を見極めよう。混乱?混乱ってことか?ん?これは右行けばいいか?右?右だね。あー、わー、混乱じゃない。混乱してない。うわ、早っ!え?え?いけない!え?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 隠し通路ってこれか。そういうことか。でも今、ドクロのとこ通れたってことは、そこで合ってるのかな?で、トゲのどっかが通れるってことか?これ結構、難しいっていうか、もしかして、あれか?トゲトゲの、トゲトゲの玉が出てくるところから入れるとか?ちょっとやってみよう。行くぞ。なんか、いやでもな、真正面のトゲ、ドクロが、なんか怪しい気もするんだけど、でも、僕的によ、ここなんじゃないかな?これ、痛ーい!いや、怪しいってこれ。ちょっと今、もうちょっともう一個押せばよかったね。やられる覚悟で。行くぞ。でもな、やっぱドクロのとこか。いやでも、なんかもったいないんだよね。リトライが。30秒広告長いからさ。一番ありそうなドクロのとこ行くべきなのか。いや、待とう。ここで、待って。待ってよ。入れない!入れない!入れないということが分かった!じゃあ、こっち。ああ、ダメだ!それではラスト。2個目の洞窟も行ってみようか。あそこもちょっと、なんか、もやもやを消しておきたい。この、青鬼チケット1枚で。4リトライで、あのもやもやを消せると考えたらいいのではないかと。早く出てくれ!出てくれ!早く!よし、行け。ダメか!ここじゃ入れない。やっぱあのドクロか?でも、とりあえず、これは、ん?場所が変わった!うわー、なるほど!変わるのか、パターン。パターンが変わるのか、うわー!待て。でもこれは一緒じゃないか。一緒。いやー!ミスった!普通にミスった!ごめんなさい!これでも、あれだろうな。隠し通路を、この動画でお見せすることができれば、あ、なるほど、これ、一回一回変わるのね。そうすれば、結構クリアできる人増えるんじゃないかな。こことかもない。で、来るね。危ない。こことかない。ここはダメだーい!行くぞ。奥じゃないのか手前なのか正しい道を見極めよう。正しい道言われてもな。正しい道さえ言われても、見ちゃった!いやーん!見つけた!見つけたよ!どっちだ?どっちだ?ん?ああ、こっちか。でもこっちももしかして今、これ左に行けば、あるのでは?左行きますよ。左。どうなの?来た!そういうことか、そういうことか!なるほど。ピヤッ!うおっ!びっくりした。待て。一回待とう。早く、テキュー!テキューさーん!タイミングがさー。ドンピシャじゃーん。
いや、これはいけるぞ。このチャレンジでいける。なるほどね。あ、皆さん、逆。この、要は、もう始まった瞬間の逆に行きましょう。そういうことね。あは。で、あれ、一回待とう。一回待って、で、一気に行く、一気に行く。一気にいける、一気にいける。いけるいけるいける。まだいける。オッケー。ここで一回待つ。一回待って。まだ待つよ。ああ、ダメか。まだ、結構いっちゃっていいんじゃないか。で、あ、いけるいける。ここまで来た。一気に、一気に、一気にする、来ることができて、で、もしかしてここ豆つけないといけないの？無理。申し訳ありません。先に言っておきます。青鬼チケットの換気場残り2回のチャレンジで、今回ちょっと調整、もしこれ2回、もちろんクリアするつもりですよ。で、無理だとしたら、ちょっと挑戦編になるかと思います。あった！あった。ここに、どっかに、どっかないか。ここのどっかに、ほら、こういうとこにさ、こういうとこに、あ、ない、ああ、もう！どっち？奥まで行った方がいいのかな？でも手前にあったよね。さっき、ちょっとわかんねえ。残りラスト1回ですね。でも、皆さん、先に言っときます。これでもしクリアできなくても、夕方、要は何時だ？夕方に必ずクリア動画出しますので、その間に青チケット貯めまくります。ちょっと待って、とりあえずまず挑みますわ。残り1回でクリアするので、これで。いくぞ、頼む。またこの配置か。なるほど。この配置多いな。で、最初の、やっぱり奥かな。奥のところに、危ない！ドーン！ごめんなさーい！そうか、こんな簡単なわけないか。左見つけただけでゴールなわけないか。アホルチケットが足りません。いやー、ちょっとこれは、わびガチャさせていただきますが、わびガチャって言ったらあれなんだけどね。はい。まあ、50連ぐらいちょっとしようかな。ちょっと思うんですけど。いや、まあ、難しいとは言われてたけど、なんだろう、こんなに難しいと思わなかった。チケットを結局3枚消費して、まだ第一段階なんで、まあ、もしかしたら、第一段階、その次、行ったらもう終わりかもしれないんですけど、むずいね。でもこれは逆に言うと、僕がこの動画を出すことによって簡単に一気になれるんじゃないのかなと、はい、思っております。まあ、ここからちょっとスキップしていきますね。はい。一応、場所は固定っぽいので、その、やり方というかね、その、突破の仕方さえ覚えちゃえば、結構簡単なステージになりそうですので、ぜひ、ごめんなさいね。ほんと今回ちょっとクリアできなかったの申し訳ないんですけど、とりあえず朝、今回はちょっと多分朝に投稿されてると思うんですけど、まあ、3時とか、それぐらいまでには必ずクリアした動画を出しますので、ぜひ、見てくださいませ。お願いします。ちょっと話に夢中で、全く、このスフィンクスたちが出てないことに気づいたので、この、スフィンクスとサボテンマン、昨日から100連以上しても全く出ないということに気づいておりますので、ちょっと悔しいので、もう20連、30連ちょっと引いていきたいと思います。クレオパトラは出たんだよ。クレオパトラは、多分、さらっと、その、プライベートで、ま、青鬼チケット欲しいがために、90連は引きました、絶対。確か、30回引くと1枚もらえて、60回引くともう1枚もらえて、さらに90枚。まあ、合計、30、30、30で90連すると3枚もらえるってことで、90連引いたんですよ。もうささっとスキップで。で、スフィンクスもサボテンも何も出なかったということで。で、動画内でも結構引いてたじゃないですか。で、今回も50連ぐらい引いて全く出ないということで、約ね、200連は引いてんじゃないかな。でも全く出ずというちょっと怒りのね、はい、トライアングルでございますので。ん？と待って、マジでちょっと、なんだろう。出なさすぎるんですよ。ちょっとそれを今回証明してやりたいなと。はい。青鬼オンラインさん、ひっそり安心してるかもしれません。はい。世間は、青の塔とか、キュービに夢中になって意外とガチャには目はいっとらんかもしれん。じゃあ確率を下げたろう、トライアングルだけな。みたいな、そんな感じになってるかもしれないので、ちょっとやっぱりそれは、避けたいので、何が何でもちょっと見せてやりたいんですよ。だから全部引きます。はい。ここからスキップいきます。はい、スキップ！
見てみろ皆の者。まあファブニールは出たでしょ、金太郎も出ました。しかし私はもうマックスでございます。ファブニールは違うけどね。しかしピックアップが出てこないとはどういうことだというのかね。はい、これで最後でございまするといったところ。はい、何も出ないでしょ。もう230連ぐらい引いてるけど何も出ない。これが現実でござる。はい、ということで、まあ今回はちょっと申し訳ないことに青の塔ちょっとねクリアすることできなかったんですけど、青の塔17回ね。でも青のチケットあれからですねちょいちょい今貯めております。やはり今4枚ですね、4枚貯まってるんで、なんとかちょっと頑張ってなんだろう、この後夕方、この後って言ったらあれなんですけど、多分夕方にクリアの動画を必ず出しますので、4枚あればいけるかな。ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、ということで今回この辺りで終わりたいと思います。ぜひそのクリアの動画見たいよっていう方はチャンネル登録、そしてベルマークですね、そちらを押していただくとすぐ通知がいきますので、で明日以降も18回19回、そして20回アシュラ、そして各種ステージ挑んでいきたいと思いますので、ぜひ気になる方は、ぜひベルマークの方よろしくお願いします。そして今回ちょっとこんな結果になってしまったんですけど、もし高評価をしていただけるなら非常にありがたいです。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。